にちは。今日もチャレンジギターど素人シリーズの時間がやってまいりました。イエイイエイチューニングしてた。というわけで、ど素人シリーズとは何かと言いますと、ど素人がプロフェッショナルの指導を受けたら短期間の間にどれだけ技術が向上するかということを皆様に伝える笑いや涙にドキュメンタリー番組でございます。そして今回もこうやって皆様すでにもう音の鳴らないギターを弾いているわけなんです。音鳴ってますけど。というわけで今回はチャレンジギターと題して、ね、はい、チャレンジギターと題しましてですね、あと2週間で我々はギターを弾き、そして演奏会という大舞台でですね、無事弾き語りを披露できるのかというところに差し掛かってまいりました。で、今日からマンツーマン指導ということでですね、はい、今は4人でいる、今までは4人でここに来られる新田先生から講義を受けていたんですけど、今日からは1人持ち歌の1曲をそれぞれマンツーマンで勉強していたんだ、そういう感じになっております。どうぞお楽しみくださいませ。というわけで早速こちらにいます。あ、もう始まる。はい、始まる。はい、こちらにいます。新野先生のご紹介させていただきます。新野先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日からね、はい、個人的にマンツーマンでやっていこうね。はい、マンツーマンで、ちょっと巻いていくのでよろしくお願いいたします。はい、なんかある生徒さんから、はい、経緯入れてギター買ったよって報告を向けましたんで、おー、超楽しみなんですけどね。それはまあその各コーナーでいきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。で、みんなあれだね、まとめてさ、例えばさっきね、大月ディレクターに言われたんですけど、はい、一体どんだけのコードを覚えてんのっていう話になったんですけど、はい、覚えてる？いくつやりました？Em7。 まずあれからいこう。あ、そうか、じゃあスタートか、はい、難しいな、今なんかで言ったな、うん、なんか C から言って、C、はい、D、はい、E、Em7、Em7、G、G の前にあるじゃん、F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 、G、G、A マイナーやったか、はい、ちょこっとだけ A マイナーやったな。あ、そうだね。じゃあやってないの B だけだな。A はやってないですね。A もやってないけど、部類としてその大きくね、はい、B はやってないだけだな。はい、OK、OK。 じゃあ、とりあえずね、それだけでできるような曲、うん、コードに一応転調もしてあるし、はい、できると思うんで、はい、もう一回じゃあちょっと、復習しながらさ、ちょっと音出してみると、はい、C っていうのが、これな、こんな。これ G だよ。なんこれ。な、C な。で、次 D。これ最近やったね。三角形かな。欲しい。欲しい。これチューニングがちょっと欲しいから、後で合わせるよ。D。で、E。E マイナーでもいいよ。E マイナーしてみるか。E マイナー。はい、じゃあ F。あれ、さて、さらっといってよ。 F。 おっ、なったよ。なってるよ。はい、 G。 おお、なってちゃった。 G。 はい、 G。 OK。 で、じゃあ Am。 Am はどんなだった？そう、こうでしたっけ？ここ、そう、それです。これ、これ日本人のこの心の揺れ心みたいな。A マイナー。とりあえずこれでやって、じゃあちょっとあの触れとこうか。B、B っていうやつでさ、はい、あのよくあのフォークソングとかこういうアコースティックで使われるコードが、あの B7。B7。B7 っていうのがあって、見ていてよ。ちょっとね、難儀なんだ。4本全部使えるんですね。おこのパターンあった？ないよね。4本はないです。4本全部使うんですよ。今日じゃあとりあえず最初の前半レクチャーこれいくか、はい、B7 な、はい、B7、 あのね、はい、指の解説からしよう。まずはこの折ったてていけない中指な、はい、これを5弦の2フレット、はい、はい、次、人差し指を4弦の1フレット、はい、
で次薬指この3弦の2フレット7っていう最後小指は丸だろこれも1弦の2フレットそうこれせーのなんかチャレンジみたいなねこれ B セブンということでできた1弦の2フレットこれこれあそうそうそうこれなとりあえずここで君たちはダイアトニックコードの C からあの B まで、うん、A からまあ A から G までっていうからとりあえず1弦のものは今できるはずだはいできるはずだはい OK できるぞ体調できてるのかな大丈夫だっすねできてるあれできてると思います できてると思います、はい、できますよ体調も一応体調今週から早くなったどうすんのですかねえぜひぜひ、アイドルの使うですよね。で、今前半あと5分ぐらいはこのやって、はい、こういうパターンでやっていくんだけど、その次さ、1時間をこう3分割してさ、15分ずつか、まあ、ちょっと多分最後締めるからな。締めの時はそっちがやればいいか。はい、15分ずつ、じゃあ7からやって、ゆめちゃん行って、で他の子、はい、で、締めていくっていうスタイルにしよう、はい、今週からね。でその間あの例えばナナがやってる時は2人はあそこのロビーの方で自分の曲を練習するわけだ、うん、っていうので練習時間が稼げるはいでその際に使うものを渡しておきますイエーイこれがナナが使うやつ皆さんには見せません著作権上の問題があってあ、ありがとうございます、はい、でこれがユイの曲ね、はい、っていう形でナナがちょっとこんな感じで進めていきますので、はい、これを向こうに行って隣に帰ってあれだねゆめちゃんのは全然こういう風に表記してないんだけど、はい、2人のはねここにこ使うコードを右側にちゃらって書いてあるん で、はい、でゆめちゃんの見たけどね内容は分からないけど A7 だっけかな A7 と Am7 うん Am7 は簡単です Am と一緒ですけど、はい、A7 もね本当に簡単です分かります、はい、だから F ですF はもう逃げられませんので、はい、大丈夫です今日で今日っていうか今週でねマスターして僕の予定としてはね今週ギターを大体バーって弾けるようになるじゃん、はい、その来週はそれに合わせて歌を歌おうとか、うん、どうしたのえどうしたのなんでなんで歌うんだやりたいの歌歌わないとギター弾く人そうもう弾き語りするためだけで私は優位選んだんですよしかも私英語だから英語なんで肩から言い直しとけばいいだってこの前だってフォーク村でそうだよ歌ってったさちゃんと大丈夫問題ないいけるいけるそういう感じでそれはだから今度次のね CM 終わった後からのこっち CM ないのか生 CM あそうかもう生 C か生 C ってどうするのもうあっちでやるでしょうん、OK、じゃあまあそんな感じでもう行くかはいなよし、じゃあ生CM 入ってからねはいはい、どうぞはい、でははい、映ってないし生 CM あ、俺の手が映ってる OK というわけでですね予定半年後に講義が終わりましてですねこれからマンツーマン指導に参ります奈々ちゃんがスタンドバイミーで、ゆめちゃんが It's Happy Line It's Happy Line ゆいの It's Happy Line で、僕がスパッサをください、うん、というわけで、これから一人一曲一曲をマンツーマンでビシッと勉強していきますので一体それぞれ短い期間の間に実際に曲が弾けるようになるのか乞うご期待では、一旦 CM です CM しないんですかだから CM で言って CM ないんだよ全然把握してるな、この人ねなんかかぶせる、あーこれなんでこれおしゃれだね、これねなんでこれじゃあ、なんで逃げればいいんですかうん、逃げましょう